お攻めるね。ケルトゼル球結構強いっすか。で、そんな強いのか。みなみちゃんインスタストーリー上げてる。顔映ってないし。映してくれよ、可愛いんだから。なんで映してないの。どこ行く、映ってたの。みなみなおちゃんとか。あ、なお、そう、はい、なんかいいなの、二人は、ね、見てこれ。待って、ちょうだい。超かわいいじゃん。何それ、インスタ載ってないやつじゃん、それ。そう、どんだけ把握してんだよ。キモッ。え、ちょうだい、さすがに。インスタ載ってない写真。いや、なんかバイトで撮ったやつ。ああ、マジ羨ましいわ。え、マジでちょうだい。そう、マジで撮って。許可もらわないと。誰、みなみ。そう、そうでしょ。みなみちゃんに変わり。一回みなみちょ、呼び捨て知った。彼氏面になっちゃった。本人の前で呼んだことねえから。売れないの。ゆみなみがいいっつったらいいけど。いや、しかもこれ俺なおからの手図だから。いいな、ほんとそのバイト組。いいな、俺もそのバイト入りたいな。埋まってんすよ。ほんとに、ほんとに月1とかでいいから。逆にいらねえ。写真のため。てか、マメロンもさ、写真持ってないの。ちょうどインスタにねえ写真。全然あるけど。あるでしょ。見せない。なんで。だって、それでなんかいろいろするじゃん。写真を用いて。写真でなんかいろいろするやつ。眺めるだけだ。それ含めて許可をお前が取るならいい。やだよ、無理だ。しないし。正直、なめろうはみなみちゃんのこと好きでしょ。なんでその話も。好きでしょ。いや、なんか、わかんないけど、可愛いなと思ってるでしょ。でも、可愛いよ、可愛い。え、実際どうなの。可愛い。それだけ。うん。え、レイは別に何もない。俺は何もないよ。まあ、俺、ナオと仲いいしなんですけど、どっちかでもナオの方が。そうだな、ナオとなんか。そうだな。ナメロはちょっとなんかさ、ペア出来上がってる感じすんじゃん。でも、仲はいいよ。みなみちゃん、ナメロを、レン、ナオみたいな感じのさ、ちょっとあるべ、それに浸ってる感じ。それは、浸ってねえよ。友達って感じを持ってんじゃないもん。ナメロがどうかっていう。え、じゃあマジで俺、いいんだね、みなみちゃんのこと言っても。本当にいいんだね。いや、お前が、お前がって言ってやるんだって、会ったこともねえ。なんか、しこしがね、結構行くみたいな感じになってるね。いや、まあ、これはもう行く気満々だよ。そうな。もらいも交換したし、この前。あ、そうなんだ。あ、そっか。うん。そこまで行ってんだ。行ってる。協力は、できないよね。できない。できない。好きじゃん。いや、何その言い方。いや、いいんすよ。好きじゃん、それは。じゃあ、なんだったらできない。協力はできない。マジで好きじゃん。いや、もう、向こうがさ、わかんないじゃん。いや、わかんないけど、え、じゃあ、向こうが好きだったら OK。うん。まあ、好きだな。いや、まあ言いづらいがいいよな。まあ確かにそれはね。いや、俺もちょっと感じてはいたけど、その4人でいる時とか、しこしゃがんぐこんなにね。俺もちょっと黙ってたけど。いや、まあそれはあるよな。そうだよな、好きだよな。超邪魔じゃねえか。いや、それでやってしたら。そうだよな。いや、まあいいよ。お、いいよって何。いや、そのまあいい分だよ。何にも始まってないから。あ、で実際そのみなみがどう思ってるかとか文字で知らんっていうか。知らないよ、さそこ大事だな。めっちゃ大事だな。いや、まあ、そう、彼氏がいないということしか知らないから。そもそもの、その恋愛観とかも。そんな話はせえへんしな。え、ちょ、本当にマジで。え、ちょっと正々堂々頑張ろうな。頑張ろう。そうだな。お前も行くの。本当にじゃあ行くんだな。なんか駆り立てられたな。いや、そうだよね。のんびりしてる場合じゃねえってことだよな。え、てか、なんかその、なんだろう、お前が好きって思ってんなら、俺も一緒に頑張って当たって砕けたい。砕けるとか言っちゃったけど。いや、砕ける。まあ、縁談はマジでお互いなしで。だとしたら俺も。いや、マジで。それは違うわ。いや、ちょっと、いつの思いで行こう。俺でヨスケとかに行ってないの、マジで。分かってよ。やばい。一番それが。お前、先生のこと行こう。先生のこと。お前、何なんだよ。面白いと思ってない。そうだよ。一番邪魔だな、お前、本当に。南とか、ちょっとチャラやつ好きなのかもなとか思ったりするから。うわ、なるほどね。俺とは多分違う気がするんだよね、タイプが。
好きなタイプどんなんだろうな、確かめてえな、みなみちゃんの気持ちを確かめられなくない確かめて、あ、一回ナムに聞いてみようか、なんかその別にそれよくない、え、ちょっと待って、どこまで聞く、どこまで聞く、いやでも、え、どういう人がいいぐらいな感じ、うん、急にね、なんでとはなるけどは、なんか好きな人とかいんのかな、あー、え、もうそこまで聞いても行く、え、俺が狙ったみたいにならないみなみのこと気になってるっぽい人いんねんけどみたいな、あー、めっちゃ俺じゃないよ、まあまあ、いや、まあ、いやでも大丈夫かな、まあ、少しも LINE 交換してるし、まあまあ確かに、まあ、もうこれでマジで本当に脈なしだったらここで撃沈ですからね、どうしようかな、いやだって全く別に好きな人いる可能性だってあるわけやん、そう、一回なんか普通に恋愛事情どんな感じか聞いてみようか、だって今一緒にいるんだもん、第三者だった場合ちょっと言わないでうまい子でやる、あ、確かに確かに、なんか希望ある感じで、そう、いいでしょ、なのに LINE してみよう、うわマジか、ちょっと急展開すぎるな、いいね、マジ恨みっこなし、ほんとね、まあそうなしだね、それはそうだね、一応まあ俺も LINE はしてますから最近LINE してんだ、うん、LINE してねー、いい感じに脈割りだと思ってるんですけどね、帰ってくんのそれ、帰ってくる、帰ってくる、ちょっとどういう LINE 行かなきゃ、ちょっと教えて、ちょっと俺聞かないそうだよね、俺 LINE してないマジで引いてるタイプね、いや、なんかできない、なんかどうせバイトで会うのになんで LINE するのとか思われちゃう、とりあえずナオに送った、うわ、ええ、早お前仕事うわ、なんかちょっと緊張してきた、なんか返事来るまでゲームしてよお、え、おい、返事来た、マジで、マジ早いって、さあチェック中、チェック中、ベイクソップ、いいところあって、ベイクソップ、ベイクソップ、これやばいな、え、これどうする、え、どうするって何、いやいや、なんか、え、言うべき、え、言わん方が、なんか言わん方がいい気もする、うわー、第三者パターンか、パターンだね、え、どっちだね、どっち、いや、まあ、え、いや、なんか言った方がお互いのためなのかどうかがちょっと分からへん、お互いだって、俺は全然覚悟できてる、いやお前ざけんなマジで、手ノミネートしてるお前よすけとか来るわけないやちょっとさ、いや、よすけに相談していいよ、言うか言わないか、じゃあ一回見せて、見せて見ない、見ない、なるほどね、なるほどね、これはいはいはい、気まずくなるのかな、あ、マジそのレベル、うわ、え、いや、分からん、あ、どっちかってこと、え、これ気まずくなるかもって言っといて言わない、言わないってさすがに知りたいわ、まあ、知った方がいいのか、まあまあ知った方がアプローチするには、うんうん、相手の迷惑にもなんないし、いやまあなんか聞いてる感じ、今の感じ俺の感じするな、うん、こうかましてるよ、かましてるんだ、わかんない、わかんない、そこで駆け引きしてる、わかんない、駆け引き、結果は同じやから、まあでも聞いた方がまあ進めるよね、どっちでもね、逆に言ったら諦めがつく可能性だってあるわけやし、いや分からんよ、そのじゃもう文字通り言おうか、うん、はい、そのニュアンスが分かんないからね、確かにね、なおから送られてきてるのは、はい、ナメロンのことが気になってるっぽい、なんだそれマジかは、なんだあの LINE してるのとか、なんだったマジで、まあ、いい感じにおはようとか来てたの、大丈夫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 、いやまあそうだね、めっちゃ似合いやこんな場面ないと、まあでもそれはね、いつもバイト一緒やし、いやまあそうだね、遊んでる量とかあるんで、ここにね、おごらないで邁進していくからまあ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 、うわーでもこうなると俺行かないとだな、まあまあまあ、でもぽいって言うとこもちょっと、いやーね、なんかいやちょっともうやめてやめて、どうやって聞くの、期待をなんかもうやめて、見せないで、なんかいやこれ揺らいでんな、しこしゃいっぽいだもん、ちょっといやマジでショックだな、でもこっからでしょ、まくれるとしたら、あるまくり、やるでしょ、うん、だってまだ始まったまくりだもんこっちは、うん、あなんかそう、あいつ何も知らねえよ、確かに撃沈はしてないしな、向こうからノーとは言われてないしな、そう、今だって俺らが一緒にいること知らんもん、そっかそっか、そうだね、だからなめろう何も知らないんだよね、なめろうのことをアンにナオが言ってる可能性ある、ああこれなめろうじゃないですよな、なめろうが気になってるって多分なんかやどうみたいな感じで聞いてる可能性だってあるし、うわもう俺はもう行くわ、
頑張って。確かにな。まあ、これはそうだな。あ、もう一枚あるよ、写真。みなみの。かわいい。つらいつらい。かわいい。持ったやつだ俺。かわいい。もっとビビッとしようかな、やっぱ俺も。かわいい。俺がなめろう女になると思うとつらい。まだ一応諦めてない。5% ぐらいなんか望みあると思ってるから。頑張るわ、俺。いや、でもここから行ったらかっこいいけどな。もっともっと。ちょっと一回組もうか。え、ちょっと待って。おぉ。いや、俺は別に公平にね。はいはい。いや、もう。どっちよりとかね。よろしくよろしく。で、頼むわ。うん。え、まあ。うん。告白からも。仕事者も一回遊んでみて違うって完全勝利とかもあるわけやん。勝ち方マジどうでもいい。いやもう必死なわけ。どんな手段を取ろうとももういいわけよ。だって砕けるスタイルだから今、うん、何でもやります。バイトの中の良さとかマジ終わってももういい、うん、ごめん気まずい感じかもしれないとか思ってたけど気にしてるフェーズじゃねえ。じゃあ頑張ろう。もうここはもう頑張ろう。お互い本当に恨み合いっこなしで。なしなし。ありそうだ。ありそうだ。いや、うわ、ちゃんと想像した。どっちになったかっていう。俺も確かに俺もどっちから肩持ったら気まずくなるから。しかも普通にここは正々堂々の感じで言ってもらって。俺どっちつけばいい。ダメなんだ、ほうとう合コン組んで。確かにね。それだったらいいよ、逃げ道あるから。ありがたいわ。それで行こう。今何すんの、違うかね。今は違うよね。